かなと思って、感覚の問題、一人でバーってやるよりもこうやってコメント読みながらやった方が早く終わる気がするくないですか。できるけど風量弱いのは時間かかるから、風量は強い方でいきます。こうやってブロック分けにして下向きに引っ張り、引っ張りじゃないけどこう乾かしていったらいいらしいです。なんか美容師の方もこうやって上から下にやってるじゃないですか。こうやってするのがいいねんて。そう、こうやってブロックで開ける。で乾いたら次はここ。だいたい3回ここを3つに分けて下向きに乾かすのが私の経験上一番乾きやすいし癖も出にくい。この乾かし方はおすすめです。大変やな、確かにこんだけ努力してるんだよとね、言ってやってる人たち。してからもう5分以内にはやらないとやっぱ髪の毛って傷みやすくなるらしくて、だから少しでも早い時間にドライヤーするのがいいって。切りたいって思うよな、これするたび毎日思うもん。短かったら楽やろうなって。こんなことしてまで長い髪はちょっと手放せないですね。でもなんか5分以内に乾かさないとあかんけど、あれピン、あれあれ乾かさないあかんけど、でも20分ぐらいもうタオルで髪の毛こうやって巻いて20分後ぐらいに乾かしたらほんまにすぐ乾くんですよね。5分経って乾かすのと20分経って乾かすのやったら20分経って乾かした方がすぐ乾くんですけど、でもパッサパサしてるから良くはないんですよねきっと。染めたりしたらなおさら気をつけないとダメですよね、そういうのって。まだ染めたことないからやっぱそこまでの痛みは私は経験してへんから分からへんけど、私の毛ってほんまに硬くてほんで太いから絡みにくいです。人よりは絡みにくいけど、でも大変かな、大変か。あ、そう、毎日ヘアアイロンしたりコテ使って巻いたり
公園とかある日は整髪剤、なんかケープとか髪の毛固めるやつとかまとめるやつとか毎日のようにしてるときはほんまに傷んでたし、よくないけど、だからこそこういうケアって大切ですよね。でもヘアアイロンはなんか私が持ってるやつは熱を通すと髪の毛がツヤツヤになるやつで、そうすごい綺麗になる。なんかやっぱ使ってるヘアアイロンもいいやつを使えばなんか痛むよりも綺麗になる。なんちゃらイオンが出てるのかな、なんかそこまで細かいのは分からんけど、なんていう名前やったかな、このプレートのとこがオレンジなんですよ、ベージュやってます、なんていうかな、この思い出せない、なんていうアイロンか忘れた、いやマイナスイオンかも分からん、そのなんちゃらイオンってなんかイオンが出てるんかは分からへんけど、なんかその私が使ってるヘアアイロンはもうほんまに髪通したら綺麗になるんですよね、肌触りちゃんは触り髪触りなんていうの髪質綺麗になる。何やったかな、長い名前、いい。でプレートのとこがオレンジなんですよね、挟むとこが。なんかな、なんかもう最近さ肌の乾燥がやばくってやばくないですか、私オイル買うもん、オイルじゃない美容液かなあれは。そのメイクさん、いろんなメイクさんになんかほんまに乾燥に悩んでるって言ったらもう声を揃えてこれいいよって言われるやつをちょっとゲットするというか今注文中なので、届いたらそれを使いたいと思います。 CNP のオレンジのやつなんですけど、ちょっと名前忘れた、名前忘れちゃう、ほんまだからメイク落としもちょっと今日新しいの使ってみて、ずっとオイルクレンジング使ったんですけど、それがほんまにオイルってやっぱ良くないらしくて、肌にはちょっと刺激が強いらしくて、でクリームがいいって聞いたからちょっとクリームタイプのクレンジングをゲットしてみました。あかりんさんがさもっちスキンおすすめって言ってはったじゃないですか、そうそれ探したけどちょっとなかったから、私が言ったとこは。でもあれもめっちゃ良かった、オイルクレンジングはほんまによく落ちる、すぐ落ちるからめっちゃ好きやったんですけどね、なんか冬もここまで乾燥気になったことなかったけど、なんか今年ダメだやっぱねマスクのせいでさ、マスクこうしてここが当たるんですよ、そうだからやっぱマスクの生活はほんまに私ダメだから、マスクなく歩ける外で歩ける時代が早く帰ってきてほしい。ちょっと肌に影響されるとさ大変じゃないなんかそういう、え男性の方も、あみんなそうなんや、息苦しい、そうだからもともとマスク好きじゃなかったんですけど、
で息しやすいマスクとかあるじゃないですか。もうやっぱそれつけても、まあ、息はしやすいけどやっぱ肌荒れるのは荒れるから、そう、あの髪の繊維があかんのかなと思ったけども、ここにまあこうしゃべったりしたらさ、ここ擦れるじゃないですか。それもほんまによくないみたい。もうな、悲しい。私はやっぱ加湿してる部屋で寝た方がいいよな。もうやだ、冬が始まるよ。ね、そっか、加湿器置かなあかんな。確かに今もめっちゃ乾燥してる、ここの部屋。やっぱ布マスクとかは違うかな。布マスク使ってみようかな。菌が繁殖しやすい。そっか、湿気が多いとこは良くないんかな。もう嫌やな、マスク生活。いや私もほんまに嫌嫌です。すいません、嫌です。そうなんや。なんか結構女子の方が気にするかと思ったけど、男性もなんですね。あ、イベントほんまだ。あれは一昨日やったっけ。一昨日の前ぐらいか。そう、渋谷パルコさんにて、あの NMB48 竹田バーベキューのチビビキューから派生して、そう、皆さんと一緒にね楽しめるイベントがあったんですよ。5時からと7時から。楽しかったですね、あれ。あっという間でした。前その話してないな。そう、竹田美久さんと、アーヤンと若ポンと私の4人でやったんですけど、そう、そのイベントで、配信とか見てくださった方いますかね。あ、いる。あとね、実際に来てくださった方もいて、あー、いるー、あ、見たよって、あー、ありがとうございます。もう1万5000人ぐらい見に来てくださってたみたいでびっくり。嬉しい、ありがとうございます。あ、めちゃめちゃ見てくださってる。だってね、そのショールーム配信も見て、でそこでお料理本ゲットしてくださった方は絶対ね、ポスターとかもついてくるわけやから、超お得イベントでしたよね。で実際に来てくださった方は、そのご飯もね食べれたりしたから、本当にお得なイベント。ワンドリンクついてるからね、皆さんいろんなドリンク飲んでましたね。楽しかった、めっちゃ。私は一部では、洋風チャーハンと、二部では、ピザ春巻きっていう、どっちも洋風系のを作ったんですけど、あ、15分経っちゃった。大阪でもしてほしいですよね。そう、それはもうイベント始まる前から言ってくださってたから、大阪でもしたいですね。それは私も思う。で、そう、12月9日に外飯しようっていう、なんかあのすごそうなね、あの大阪チャンネルさんかな、配信があるみたいで、それに出演させていただくので、あのぜひ見てください。あの私と竹田バーベキューさんと、あともう一組、なんか多分、いや私一人じゃないと思う。多分あのイベントで出た中で私がその日に出るってだけで、多分私一人じゃないと思うんですけど、私一人で竹田バーベキューさんに挑むのはなかなかすごくない。
だから、うん、そう、東京の目黒かな。ちょっと頑張ります。いやどうなるんかな。わからないですけど、それはそれにもわからへんけど、はい、ちょっと頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。でもめっちゃ楽しみです。目黒って言ってた気がする。いや分からへん、そんな場所言われてもね。どういうことなんやろ。私は行くってこと、行くってことか。12月でしょ。なんかでもやっぱ1回目のさ、あやんたちの配信を見てちょっとどんなもんか見てからいるみたいですよね。外飯しようか。でもお料理大好きやから、なんかそういうお料理のお仕事をさ派生してってさ、こうやってもらえる、いただけるっていうのが嬉しい。いや閲覧は分からへんねんけど、うん。はい、頑張ります。でもね、トゥンカロンっていうの作ったんですよ最近。そう、リカティにプレゼントしたやつなんですけど、マカロンを初めて作ったんですよね。でトゥンカロンっていうのは韓国語で なんちゃら略してトゥンカロンってなったやつやから、なんちゃらマカロン略してトゥンカロンなんですよ。太ったマカロンっていう意味で、そう、普通のマカロンってこんなんやけど、トゥンカロンはここにクリームバーって入ってちょっと大きいサイズになってるんですよね。そうそうそう、あれをちょっと流行ってるので作ってみました。めっちゃ美味しい。いやちょ、自分で言っちゃうのも悪いけど、でもリカティも美味しいって言ってくれてたからよかったです。めっちゃ美味しかった。あのトッピングもあのキラキラスプレーとか、あと星とかカラフルな星とかあったけど、あれ実はあの100円ショップなんですよ。今の100円ショップはほんまなんでもある。可愛いトッピングまであって、クリームこうやって絞ってやったんですよ。クリームチーズと、あと砂糖はなんか普通の砂糖でもなくグラニュー糖でもなく粉砂糖なんですよね。粉砂糖でメレンゲみたいなの作ったの初めてだった。そう、マカロンって自分で作れんねやって、あの初知りでしたよね。だからちょっとまたお菓子もいっぱい作っていけたらいいなって思います。めっちゃ美味しかった。でまだ残ってるからちょっと後で明日か食べます。では今日はランキング発表します。いつも一緒だけど。はい、13位久保正樹ありがとうございました。12位中明さんありがとうございました。11位バーキューンさんありがとうございました。10位ジョーさんありがとうございました。9位タクマさんありがとうございました。8位アツさんありがとうございました。7位マユカちゃんありがとうございました。6位イブノちゃんありがとうございました。5位ユウさんありがとうございました。4位マイロさんありがとうございました。3位トレオジさんありがとうございました。2位マリア中央口小久夫さんありがとうございました。そして1位は富士さんありがとうございました。それではまた明日。あ、今日の24時もうちょっとしたらおやすみ NMB48 あるのでラジオ聞いてください。じゃあねー。